皆さんこんにちは、アイリス卓球場のコッシーです。今回は横浜武道館で卓吉さんと試合をしていただきました。卓吉さん10万人おめでとうございます。僕はまだまだですが、頑張っていきたいと思います。ということで本日も解説していきます。卓吉さんとの試合は13時間卓球とアイリスでやったの含めて3回目ですかね。1勝1敗で迎えたこの試合ですね。卓吉さんのバックハンドが僕は苦手なんですよ。ちょっと、プッシュ気味、ちょっとかけて打ってるような感じなんですけど、若干押しが強いようなバックハンドなので、バックが苦手な自分としてはちょっと押されてしまうラリーになりがちですね。こういう攻撃が入っていくと結構いいなっていう感じなんですけど、卓吉さんの、ループドライブとかでちょっと攻撃をしにくくなってしまってるっていう感じですね。お互い負けじとストップで戦いましたね。今先に積極的に攻めれるといいんですけどね。このバックハンドですね、ちょっと取りづらいんですよね。このつなぎが入らないと自分のパターンにはなかなか持っていけないです。1セット目は卓吉さんが取りました。2セット目出だしからサーブミス、これ今の流しレシーブ、今1回やってアイリスでやった時にこれにめちゃめちゃハマったのを思い出しました。あそこ流すと意外と卓吉さん待ってるんですよね。サーブがちょっと効いている印象ですね。このラリーでミスしてしまうとダメですね。卓吉さん今のサーブナックルに見えたということで、どうなんだろう、どうやって出したんだろう。結構同じサーブ出してても若干の角度の違いで引っかかったりしますよね。ここは持ち替えましたが入りませんでした。でも周りの方は今のプレーで盛り上がってましたね。ナイスコース、これは逆を突かれて取れず。このバックハンドでレシーブかけてからのフォアハンドが効いている印象ですね。2セット目は自分が取りました。3セット目ですね。逆を突きに行ったがミス、そして卓吉さんに待たれてましたね。危ない危ない。こうやって見ると自分の打点の遅さが分かりますね。おー、ナイスカウンター。今ぐらいちょっと早い打点でも攻めていけるといいんですけどね。おー、このストップは仰ぐけど入りません。今のは無理がありますよね。卓吉さんやっぱりこう盛り上がるようなプレーがとか、ちょっとした打ち方とかで場を盛り上げますね。やっぱりローナイスボール。おー、このプレーも後期2話ですね。ここで試合が止まってしまいました。時間になって途中ですが終了です。1-1、7-6負けということで、僕の負けですね。このリベンジはいつか果たしたいと思います。ありがとうございました。